まず水洗いしていきます。テーマできれいに拭き取ります。濡れても結構目立たなくはなりますね。けど濡れてる時だけだな、これはな。で、オートグリムのバンパートリム用クリーナー、バンパー&トリムジェルを塗っていきます。布に布につけて塗っていった方がいいのかもしれないけど、細かいところがあるので、歯ブラシを使います。運転席側やったんですけど、向こうの方が状態が良かったので、こっちの方がかなりバンパーのトリムの、バンパーじゃない、ドアのドアモール痛みは激しいと思います。もうちょっと油ばっかり出ちゃってるけど、もうちょっとこうドロッとした感じの、ああそうですね、こんな感じの、こんな感じのが出てきます。ちょっとしばらく使ってなかったので分離して油が浮いて出てきちゃってるみたい。久しぶりですからね、これやるの。ここに塗るのは初めてかな。ここに塗るのは多分初めてだと思います。いつもあの JW1 とかのバンパーに塗っていたので、プレリュードに塗るのは多分初めてか、もしかしたらあのフロントとリアのバンパーの黒い、梨地の部分っていうか、そこに塗ったことが何回かあったかなって感じで、ドアトリムっていうのかな、ここに塗るのは初めてかな。車趣味の同じ JW1 乗りの
今 JWR 乗ってるのかな、大虎さん、市川さんからこれいいですよ。あ、市川さんだったか、同じ JWR 乗りのタイガーさんだったかな、いずれにしてもあそこら辺界隈の人たちがですね絶賛してたので、私もこれはいいということで使い続けてます。と言っても使い続けてると言ってもしばらく使わなかったので久しぶりに使ってます。けどこれなかなか代わりになるものあるのかな、タイガーさん、ダイトラさん、代わりになるいいもの見つかりましたか？あったら教えてください。自宅の駐車場で独り言を言いながらやっていると、前の通りを通る人に何と思われるのか気になります。一応住宅地なんですけども、バス通りでもあるので、まあまあたまに人が通ります。隣のお宅にもなんかブツブツ言ってるなとかって思われながらやっているような感じですね。布で塗りつけるので、まあでしょう、ざっとで。妻と娘が機嫌そうな顔をして出かけました。この方々が帰ってくるまでにこの場所を開けなければなりません。なぜならばここの場所は妻の車を置く場所なのです。家内安全のためには彼女らが帰ってくるまでにこの作業を済ませなければなりません。よいしょ、よいしょ。じゃあ今度は布で拭き上げていきます。素人整備なので穴の開いた靴下を使ってます。じゃーん、汚ねー、汚いけど食わないですね。ちゃんと洗濯してから使ってます。車屋さんとかでお客さんの車やるときはこんな自分の履き捨てた靴下なんて使っちゃったらまずいんでしょうね。まあ私自分の車ですから何の問題もありません。さあどうでしょう、だいぶいい感じになりましたかね。どうでしょう、本当はこのメッキのところはメッキの別のものを使った方がいいんだけど、ちょっとまたそれは別にやるということで、モールと一緒に同じものを塗っちゃいます。これ塗り分けるの難しいよな、どうやってんだろうプロの人は。はい、ざっとこんな感じです。どうでしょう、